皆さん、晩はなのかです。お久しぶりにポケットモンスタースカーレットをやっていきましょうね。しばらくやってなかったうちにポケモンホームの方が、ね、連携しまして、スイッチ方とかね、レジェンズアラセウスの方からポケモンが送れるようになりましたね。この通りなんかジュナイパーが飛び回っておりますが、まあ、前回ね、クリアしたということで、まあ、一応、こういったね、他のポケモン、というか、まあ、新しいポケモン以外も一応解放とはなったんですが、まあ、ストーリーを進めていく上では、この子たちは使っていかないという感じにしていこうかなと思っております。かっこいいね。このツヤ感すごくない？ちょっとね、動画外の方で、新しいポケモンがね、増えているので、ちょっと見ていきましょう。なんかね、新しい、なんだろう、銃、でかいね、やっぱ。あ、どっか行ったわ。あれ？はい。なんかね、新しい順伝ですか？うん。めちゃくちゃスイ君に似たら、もうどっか行くのやめてほしいな。落ち着いて。はいはいはい。ね、この子が、うねるみなもかな？はい、新しいポケモンとして、うねるみなもと、鉄のイサハというポケモンが増えましたね。新しいポケモンですね。この2体と、前回もクリアまでに進化することができなかった、イルカマンだっけ？なんだっけ？ナミルカが、進化しました。こちらイルカマンですね。ということで、新しくこの4体を追加していこう。まあ、一緒にね、旅していく。4体じゃないね。この3体をね、追加で一緒に旅をしていきたいなと思っております。ちなみにね、この子たちをゲットするのに、まあ、ニンフィアとか、ブラッキーとか、まあ、鉄のカイナってね、バイオレットの方に出てくるポケモンですが、この子たちをね、まあ、育てたりして、頑張って倒しました。でね、バイオレットの方のポケモンも徐々に揃ってきましたね。こちらがね、交換、マジカル交換だっけ？で、ゲットすることができた子たちで、こちらはね、ポケモンホームが開放されたので、GTS の方を使って交換しました。なんとミライドンもね、しっかりなんか、育った状態のやつをくれましたね。こちらの対価として色違いのポケモンをね、一体送ったので、まあ、多分改造じゃないとは思います。で、先ほど冒頭で見せたこのピカチュウは25周年のピカチュウですね。今月中にポケモンセンターに行くと、まあ、6月中ですね。に行くと、スイッチを持っていくと。スイッチを持って、ゲームのアイコンを見せたりするともらえるピカチュウですね。技マシン25を持っているんですが、これ、なんか、カラ元気とかガムシャラ系のなんかじゃないこれ。何マイピカで、技マシン25ってなんか見せたいって感じだけど、なんか、ものすごく頑張ってそうなピカチュウだなと思いました。まあ、バッジとかも、リボンですね。プレミアリボンとか持っているので、せっかくなんでゲットしていただきたいなと思います。はい、ですね、まずね、ジムリーダーのなんか視察に行ってこいっていう話があったので、セルクルジムの方からね、最初の方から順番に見ていこうかなと思います。どうも、パティスリームクロジ、店長の帰りでーす。そっちの自己紹介じゃダメっていう話じゃなかったっけ？もしかして噂の新チャンピオンってあなたかしら？そうですよ。まだ情報が行き渡っていない。やったー、大正解。なのかさん、強かったもの。いい笑顔。私のケーキ、とっても美味しそうに食べてくれたし。そういう子は、伸びしろがあるんです。自分のスイーツにどれだけの自信を持っているのかわかんないですけど。あら、トップチャンピオンのお使いできたんですね。そうですね。はい。トップの視察があること、すっかり忘れてました。天然キャラ。スタッフにケーキ配りに、スタッフにケーキ配りに来てたおかげで、すっぽかさずに済みました。危ないところでしたね。ラッキーじゃないんですよ。
それでは新チャンピオンの力味見させていただこうかしら。ぜひぜひ。ふふ、楽しみだわ。場所を移しましょうか。今後ろにさ、なんかパティシエのなんか表彰みたいなのなかった？はーい、もう序盤だったかね、セルクルジムってね。お久しぶりです、お久しぶりです。思い出すわ、ナノカさんのオリーブ転がしっぷり見てたの。まるで格闘タイプにテラスタルしたような勢いだったもの。相当だね。ナノカさんにとってうちは何回目のジムだったんでしょう。一つ目ですね。セルクルジムは学校から近いので最初のジムに選んでくれるトレーナーさん多いんですよ。だからお菓子のように甘く戦うようトップから言われてまして。でも虫ちゃんたち負けてばかりだとかわいそう。うふふ、こういった機会だと本気出せるから高まっちゃうわ。完膚なまきまでにひねって差し上げますね。それが本性ですか。かわいい。ジムリーダーの楓が勝負を仕掛けてきた。はい、エクスレックから。こちらまずアクアマンからいきましょう。今日はビターに行きますよ。負けても泣かないでくださいね。オチトラチャンピオンですよ。で、アクアマンの特性はなんかね、帰っていくといいらしいということで、帰っていきましょう。いきなりですか、帰ってもう一回出した時になんかあれらしいですね。うん、ちゃんと特性は知らなかった。あ、まず切り裂く。あれですね、しっかりとねちょっとレベルとかは上げているんですが、もしかしたら技とかちゃんとまだ考えてなかったかも。はい、もう一度アクアマン。誰さあ、なんだっけ、特性がね、こうやって戻ると姿形が変わって出てくるんですね。ヒーローのようですね。あの可愛らしかった姿はいずこっていう感じですが、ウェーブタックル、いい一撃、ヘラクロス一撃撃破。さあ次はリヴァイアでいきましょう。こいつでかいんだよね。あえてフォレトス。フォレトスといえば弱点はあんまりないんですが、炎タイプには弱いと。しかし耐えてくる、頑丈だ。お相手呪いだ。まああれか、ゴーストタイプじゃないので大丈夫ですね。さあハイドロスチーム、いい一撃、これでフォルトス撃破。さあワナイダーを撃破して、機械しかでいきましょう。虫タイプは忍耐力、勝利に向かって飛びつくわ。さあお相手最後のポケモンかな、リングマ。さあリングマに対してインファイトを打てるので、インファイトでいきましょう。クマちゃん、あなたの羽化した姿を見せて。なんだろう、なんでクマなんだ最後。さあお相手テラスタル。さあタイプはもちろん虫タイプだからインファイト関係なかったね。そういうことか、格闘が半減できる虫タイプに変化するようにしたのか。いいですね。さあお相手しっかり耐えてからの反撃、デコった技でねじ伏せちゃう。こんなデザートいかがかしら。連続斬り、おっと4倍耐えていく、さすがの順伝。さあサイコブレイクで決まるか。 OK 大丈夫、リングは撃破。さあ楓さんとの勝利に、勝負に勝ちました。何その顔、かわいい。ご立派に浮かされたんですね。はい、ありがとうございました。トップに引けも取らぬ結構なお手前でした。
いえいえ。ああ、本気で勝負して負けるって気持ちいい。チームリーダーで負けちゃっても良いとは思わないけど。まあまあまあ。甘く戦いすぎるのは相手にも自分にも良くないのかも。確かに。料理のお師匠、ハイダイさんにももっと楓らしくと言われてたし。これからはもうちょっと自分らしくやってみます。は、あれですかね。手加減しなくなるんでしょうか。自分難しくなったって言われたら、ビター味になったって言い訳しちゃおう。それではまたお会いしましょう。なんかマイペースな人でしたね。はい、続いてハイダイさんのとこに来てみました。いらっしゃい、カラフジムへようこそ。いやー、すごいね、あのポケットの数。って、もうなんだお前さんだったかい。別のお客さんと勘違いしとった。代わりに来ました。おう、そうかいそうかい、おもだか城の計らい会。ついこの間バッジ集めとったお前さんが、もうチャンピオンランクとなぁ。まあ、それは、そう。まるで出生をポケモンピチピチ進化で大量大、大量は、良くない。そんな出世頭じきじきにオイラを見極めに来てくれるとはなぁ。落ちとら評価されるのはレストラン経営で慣れっこない。あ、後ろのなんか、あれは、ジム認定してます。認定証みたいな。こんな感じでしょうかね。さて、ジムリーダー足り得るか、オイラと一勝負いっとくかい。はい、やりましょう。今回サクサクいきましょう。よっしゃ、おじさんについてきな。いやー、みんな私が来るって伝えられてないんですね。お前さんがワカメを競ってくれてから、うちのワカメ料理は大人気。え、そんなに量があったの？あの時はありがとうなぁ。さすがチャンピオンの器だい。そんなそんな。やはやこういう仕事してるといろんな人間に会うんだなぁ。お前さんみたいに勢いよく流れるものもいれば、停滞し、挑む者もおる。腰食った大人は後者を望みがちだが、おいらにはちょっと退屈、ちょっと退屈だい。川は流れ、海となり、雲へ登る、登り、また雨となる。千変万化の激流拝大、その身をもって測ってみてくれい。もう何、なんかすごい仙人キャラだよね。もう、なんていうの、悟ってるんだよなぁ。はい、お相手、ミガルーサー。さあ、こちら、毛利家で行きましょう。素材そのまま解くと味わえ。これが本当のハイダイダイ。さあ、ミガルーサーからですね。型破り。さあ、毛利家特性を変えました。こちら、ネズミザンが最高火力で出るはず。3。4、オッケー。確かね、こういうね、何回も当たる技が最高回数で出るっていう特性になったんですよね。海水の進化か、ハッハ、ポケモン勝負の醍醐味だな。さあ、お相手経験下に最後のポケモンです。こちら好調でいきましょう。まずはリフレクター。経験下に照らすたる形にとらわれず流れろい。さあ、最高の笑顔とともに照らすたる。さあ、まずはリフレクターで待機いきましょう。さあ、お相手アイスハンマー。ゲイ、あれだね、水タイプの技を打ってくれないとワードが聞けない。どうしようかな。一旦怠けよっかな。はい、回復しましょう。目いっぱい息吸って吸っとけよ。今から激流行くからな。はい、お相手クラブハンマー。しかし、しっかり耐えていく。さすがの耐久力、電気に変える。さあ、満足したんね。10万ボルト。
ケケッカに撃破。はいはい、大戦勝利。明鏡止水の心持ちだい。いろんな言葉知ってんね、ほんと。トップも認めるその圧よ。さすがに大量大大量大。激しすぎる水流は良くも悪くも周囲を巻き込み多大な影響をもたらすだろう。なお一緒にいてくれる友人はお前さんにとって大事な存在だな。若い力に当てられておじさんやる気が鉄砲ミス。おもとたか城に伝えておいてくれ。ハイデイはより激しく変化すると頼んだぞ。若者よ、またのご来店お待ちしとるからな。はい、続いてライムさんのところにやってきました。久しぶりだね、あんた。確か7日だっけか。今日はどうしたんだい。ラップバトルやりに来たのかい。違います、ポケモンですが、ラップバトルです。あはは、あんたジョークもチャンピオンランクかい。何笑とんねん。つかすごいね、その前髪。あんたがおもだかの代わりね。大体話は分かったけど、ルーキーチャンピオンをよこすなんて、あたいも舐められたもんだ。悪いね、あんたにイラついているわけじゃないか。ま、7日にも会いたかったし、来ちまったものはしょうがないか。せっかくだ、あんたの実力見せてもらうとするかね。はい、どうぞ。よし、来た、決まりだ、ついてきな。不定期ステージ始まりだ。さあさあさあ、今回は、ステータス変わったりすんのかい？あんたがシムテスト来たのほんのちょっと前だったのに、今じゃチャンピオンでトップの代わりと来たもんだ。本当この年になると時間があっという間に過ぎていくよ。なんてセンチな感じはノーマッチナイスなライムが、インダハウス。マジキなバトルで地球、もうわかんねえや。若葉なパワーがたわわに売りりゃ、あたいの魂シェイクしな。ラップ勝負をしに来たんじゃないですよ。さあ、ライムさんとの勝負。ダブルバトルですか。まあ、サクッとやっていきましょう。パーカー赤丸いくぞ。新生ルーキー、とってもキューティー、あたいに身震いちょうだいよ。さあ、光があれば影もある、とっとと化けな恨めしや。さあ、お相手テラスタル、どっちなんだ。さあ、いつ見ても昔の幽霊。なかなかテラスタル技してくれなかった。パンチラインは段違い、冷ますよあんたの勘違い。さあ、たたり目攻撃、これをしっかり耐えていく。オッケー。さあ、最後はフンドの拳で決めていけ。ストリンダー撃破。さあ、ライム戦勝利。クールなユースにソウルがムーブ。飲みずれー。あはは、なんてこったい、あんたのパンチ、最高だね。あたいの魂、震えすぎてスムージーになっちまったよ。どういうジョーク。さっきはルーキーなんて言って悪かったね。おもだかにゴーストの力を認めさせたくて焦っちまったのさ。あんたのバイブスは本物だ、あたいが保証する。これからはこのライムがあんたのバックについてるから。ムカつくトレーナーや霊がいたらすぐ呼びな。あたいが力になるよ。グッドな現世を謳歌しな。バイバイベイビー。さあ、リップさんの元へやってまいりました。なのかちゃん、おひさです。スカート短。この前会った時よりさらに美しさに磨きがかかってる。リップさんも、すげえお世辞。どこでそんなおべっか覚えたの？おべっか覚えてない。大人の階段登っちゃった？何、ちょっとやらしい意味？なのかちゃん、おもだかちゃんの代理なんだ。正直あの人ちょっと苦手なの。あでやかオーラでキャラ被るし。
だから代理の方が帰ってよかったかも。なのかちゃんとならリップのびのびと実力出せちゃう。じゃあ早速リップと究極の美追求しちゃう。はい、どうぞ。やっぱりその羽どうやって動いてんだ決まりね、バトルコートにインしましょう。本番前の胸の高鳴り、体中の細胞が浮き足立ってる。相手がナノカちゃんみたいな語彙数な人ならなおさらね。リップね、嬉しいの。自分が関わった才能が目覚めて羽ばたいてくれて、他の人が頑張ってるのを見たら自分も泣かないで頑張れる。リップの辞書に悲しみはない。あっていいのは驚きの美しさだけ。本当の軌道強楽エクササイズ、なのかちゃんに教えてあげる。なんだろう、なんか一人で頑張ってきた人みたいなすごいなんか悲しさが伝わってきた。さあ、まずバケツプリンでいきましょう。さあ、バケツプリン。ああ、リップの美の秘訣、ハードコースで体験入学ね。そんな教室があるんですか？バケツプリンの活躍あんまり見せてないんかなと思ったので。最初にちょっと見せていきましょう。さすがの耐久、サポートキャラですね、バケツプリンはね。まあ、ステルスノックなんか巻いちゃったりしちゃったりして。オッケー。さあ、このアイアンヘッドもしっかり耐えていく。ここでじゃれつくで撃破していく。 OK。 この展開はクリビツね。明日のお肌に影響あるわその業界用語マジでどこから出てくんだよ。さあ、お相手最後のポケモンはフラージェス。こちとらまずは食らいついておこうかな。フラージェスちゃん、ターンオーバー、新しいあなたに生まれ変わって。あ、これ一撃で倒しちゃうかも。え、かわいい。しっかりあの風に耐えていくんだね。あ、お相手エスパーにフォルムチェンジ。あ、食らいついちゃえ。一撃だったワードがなかった。はい、ということで大勝利。驚きのビフォーアフターね。さすがね、美しさも強さも十分完パケしてる。何完パケって？完全パッケージ、リップの業界はね、半端な才能の持ち主はだいたいすぐに消えてっちゃう。壁にぶち当たって挫折して、やけになって堕落して、普通の人よりも不幸になっちゃう。それなら最初から才能なんてちょっとも、なければよかったのにね。なのかちゃんは消えないで、自分の才能を究極まで突き詰めて、リップとの約束頑張って守ってね。それじゃお疲れ様で最後はなんかさっくりいくんだな。あっさりだな。はい、という感じで今回は4人にしようかなと思っています。で、ここから何をするかというと、大穴に行きましょう。はい、いましたね。前だ。さあ、まずは地を這う羽。こいつほんとウルガモスっぽいよね。なんかかわいい。はい、チオハン羽ゲットですね。パラドックスポケモン、虫格闘タイプ。格闘入ってんだ。斧入ってないの、その見た目で見た目は偏見か。古い本でチオハウ羽と紹介されている生物に似た点がある謎のポケモン。まあなんか同一個体かどうかって言われると微妙なポケモン。いた。お前だ。はい、こいつなんだっけ。
荒ぶるたっけ。会えなかったわ。はい、荒ぶる滝ゲットしました。ある本の中で、あ、同じようなことが書いてあるね。このポケモンの可能性がある。だいたい似てんじゃねみたいな。共通点ありますね、このポケモンっていう程度なんだね。あ、いました、いました。やーっと見つけたよ。お前だ、お前だ。はい、こちらも羽ばたく神という生物と似た特徴を持つポケモンとされていますね。このね、ちょっと今見にくいんですけど、羽ばたく神の口元に牙みたいなのがあるんですね。ここが超絶キュート。あまだちょっとね、パラドックスポケモン全部捕まえてないんですけど、あれ、コライドンいるじゃないですか。なんだっけ、なんかコライドン2匹いるっていう話だったから、この1匹はまだここにいたんだ。どうも。どうもどうも。見えなくなった。これは何？ゲットできるチャンスってこと？かな？あら、凶暴。ずっとバトルフォルムなんのもちょっと怖いね。なんかすごい、あのタイヤの部分がすごい脈打ってて今怖かった。ヒヒロの鼓動。まあ、マスターボールを使っちゃうんですけどね。はい、ゲットだぜ。はい、コライドンゲットですね。拳で大地を引き裂いたと古い探検記に記された翼の王の正体らしい。あー、古い書物では翼の王と名付けられていた。ね。おー、なんかめっちゃ叫んでらっしゃる。あきゃーなんか来たーみたいな。はい、仲良くしてねー。はい、やっと見つけました、こいつ。いかにも洞窟で出そうだなっていう見た目だったので洞窟で探していたんですが、まさかの一番上ら辺でいましたね。はい、砂の毛皮ゲット。隠れはゼロ、データ不足。ある探検機に記された生物と特徴が一致する。すごいね、あの砂鉄の質感がなんかザラザラしてそう。なんかね、この、ね、普通に通り抜けられるところなんですが、この隙間に隠し洞窟があるっていう、普通にやってたらわからんやつ。はーい。あ、すごい、洞窟の中なのに、草っぱらだ。あ、なんかめっちゃ走ってる。怖っ。てか隠し洞窟広くね？知らない世界。なんか下に書いてある。ブラッキーがいる。あ、こいつだ、こいつ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 。なんちゃった。さあ、最後のパラドックスポケモン、トドロク月ですね。かっこいいね。あの、ボーマンダのメガ進化みたいだよね。なんか走り去ってたけど大丈夫？トドロク月をゲットしました。謎の多い探検機の中で、はい、トドロク月と、まあ、指令されていると。説明が変わんないですね。何のマークだろう、これ。なんか、今後イベントとかあんのかな？このなんか、マークの意味みたいなね。これどうやって降りるんだろう。はい、続いてはですね、パラドックスポケモンもね、全部捕まえたと思うので、これですね。
はい、謎の封印がされておりますね。ですが、多分ね、これ最初8つぐらいついてたと思うんですが、これあと1つになってますね。まだどっかちょっと封印があるみたいですが、この封印ってか1個だけだったらもう外れるだろう。はい、外れると思うんですが、まああと1個残ってるので、あとこれを見つけたらね、なんか出てくると思うので、まあ、そいつをやりましょう。わあ、ここ抜いてないんだ。ボールタウンのすぐ近くじゃねえか。おっと、これいつもと違う反応。か、し。祠の方から謎の声が聞こえた。さあ、行ってみましょう。あの祠、近くに飛ぶ場所ないんだけど。さあ、やってまいりました。なんかね、さっき一つしかついてなかったんですけど、結局二つ杭を抜きましたね。なので、なんか、チェーン、まあ、鎖の数と杖の数はあんまり一致していなさそうだなと思いました。はい、なんか、声が聞こえますね。祠に触れますか？はい。カタ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 。ガタ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 。怖っ。なんだ、ガタン。あの、でっけえ、あれ、なに？書き記す。なんだ ?BGM も変わってるな。怪しい。チヨンジュン。なんだ？カタツムリ？なんか草の塊みたいな感じなんだけど、なんか背中にね、なんだろうね、これ。巻物かなんか？ね、上にマークが書いてあって、それが連なっているように見えるね。オッケー、チヨンジェンゲッチュー。あ、めっちゃいい。めっちゃ今の切り替わりがいい。はい、チヨンジェン。最悪ポケモン。最悪のポケモンなんだ。王の悪事を木簡に記し。あ、やっぱ、背中のあれは記すんだ。書き記すって言ってたね。処罰された人の恨みが枯葉をまといポケモンとなった。もう完全に憎悪がポケモンになったっていう。概念がポケモンになっちゃった。あったー。こんなところにあんの？見たことないよ、これ。ガターン。かわいい。キル。殺意でしかない。なんだその牙。剣と槍みたいな。槍と槍か。はい、災いの剣。防御力を弱くしてんのか。君名前なんだっけ？青ジアンだ。あー、やっと捕まえました、この子も。ほんと元気。はい。最悪ポケモン。悪氷タイプ。100トンの積雪を操る。えぐいな。雪崩を起こしてその中を出入りして無邪気に遊ぶ。かわいい。ありましたね。さて、3体目もやっていきましょう。はい。なんだ？注げー！いや、割れてるけど。割れてるからさ。注いでもたまらないけど。なんだこいつ、カクカクしてんな。
後ろも割れてんね、あれ。注いでも絶対たまんないね。災いの器。すごいね。相手の、なんか、ステータスがちょっと下がった状態で始まるのかな？え、ステータスじゃない。何？何が下がってんの？ステータス的に下がってるとかって話？それにしてもこのポケモン硬い。あ。ごめんごめんごめん、ちょっと悪かったって、出てきてよ。しばらく出てこなさそうって言われた。はい、まあ悪地面タイプと、イニシエの儀式で使われた器に注がれた恐怖が土石をまといポケモンとなった。なんだろうね、恐怖が注がれたって。なんか地下なんか。あ？これは気づかないのとすげえ紫。かわいい。かわいい。ギリかわいい。な、マガタマ？それ。変わったデザイン。どこ見てんのこの子。ああ、ちゃんとまっすぐ見てる。なんかね、曲がったまに。なんか、あれだね、絵に描いたような模様をしてるね。これぐらい削れちゃうかな。はい。イーユイ。三千度の炎を操る。三千度桁が分からん。岩や砂利を溶かして作ったマグマの海を悠々と泳ぐ。ね、泳ぐだけで周りに災害をもたらしてしまうという。なかなかに、やばいですね。完成したんじゃないか？ちょっと見てみましょう。やった！ 400 分の400。はーい。うん、なんで金玉しかくれないの？はーい。めちゃくちゃなんか叩いてくれる。あー、はい。ジニア先生のとこまでね。はい。やったぜ。そういうことって、ジニア先生のもとに行ってみましょうか。先生、久しぶり。先生、ずっとそれ見てるよね。何のジオラマ？はい、どうもどうも。もしかして、ポケモン図鑑400種類集めてくださったんですか？はい、そうですよ。わーわー、なんか、もうちょっと盛り上がってほしい。すごい、本当にすごいです。パルデア地方のポケモン調査は、ナノカさんのおかげで、これ以上ないくらい進みました。この前、怪しいお店で買ったお土産ですみませんか？もうちょっといいものをくれないのかな？いや、めちゃくちゃいいやつ。光るお守り？これで色違いが出やすくなるってやつですね。何かもっとちゃんとしたも、いや、全然、全然ありがたい。100点満点のお土産。あ、先生。校長先生。はい。まあ、カクカクしか、カクカクし、合ってたわ。同じこと言ってた。なんと、あ、そうそうそう、これぐらい喜んでほしかった。驚いてほしかった。そんな偉業を達成されたのですね。僕もびっくり。結構マイペースなんだろうな。あ、ありがとうございます。あ、症状。そうですね。はい。ポケモン図鑑を認定している企業からもメッセージが届いていますよ。おー。やったー。
ありがとうございます。図鑑アプリでいつでも見られるようにしておきました。でもこういうのってやっぱりあの実物の方が嬉しいよね。はい、アクラメル先生もすごいんだ。はい、ありがとうございます。ジニア先生いいこと言うじゃないですか。ありがとうございますね。はいはいはい、ありがとうございます。ある意味ね、ポケモンの一つのゴールと言われるポケモン図鑑達成をね、今回初めてっていうかね、まあ、今回達成することができましたということで、はい、ということで、ね、ポケモンの一つのゴールとも言えるポケモン図鑑完成をさせることができたん、できたんじゃないでしょうかっていうか、できました。はい。ということでね、まあ、動画としてはここで終わりになるのですが、まあ、図鑑の方ちょっと見ていきたいなと思っております。まあ、この辺はね、マジカル交換で交換した御三家なんかがね、いたりします。でね、まあ、もうね、それぞれ捕まえました、本当に。一カネズミも、この三匹のね、タイプも頑張って、もう何ボックス ?3 ボックス ?4 ボックスぐらい、なんか、ね、このワッカネズミを進化させて、やっと生まれました。でもその後、レイドバトルとかで結構3匹のやつで回してくれる人がいたので、そっちでも良かったかもしれないですね。ゲンガーも、レイドバトルでゲットしましたね。まあ、交換する友人がいないんで。あとね、ルガルガンなんかも、夕方になったらこのフォルムがゲットできるんですよね。昔はあれだよね、配布とかじゃないとゲットできなかったタイプだよね、黄昏の姿ってね。いや、欲しかったな、当時。全然なんか、当時サンムーンとかだっけ、あれ XY だっけ、どっちも、リアルタイムでやってなかったんで、ゲットできなかったんですが、これが問題のノココッチですね。はい。まあ、これ、こっちね、節が3つあるレアなタイプなんですが、これ、アイコンをよーく見てください。アイコン、よーく見てください、これ。はい、違うとこありません。アイコンでね、こちらの姿の違いがわからないということですね。ただ、これね、こうやって、ボックスを動かしたりするときに、まあ、違うポケモンがいると、ちょっと読み込み時間がかかるんですが、同じポケモンが全く同じ場所にいると、まあ、読み込みが発生しないんですので、二節と三節はアイコンが一緒、ほぼ一緒なのにもかかわらず、読み込みがかかるので、それで識別しました。ちょっと何言ってるか難しいんですが、まあ、全く同じノココッチが、2ボックス、いっぱいになった2ボックスがあるとして、そこで切り替えた場合、読み込みが発生するのは、この三節のノココッチだけっていう感じですね。まあ、ちょっとね、まあ、やっぱり運なんで、しっかり1個ずつ確認していってもらうのがいいのかなと思います。で、この子たちも大変だった。もうね、多分普通に見た目じゃわかんないんですが、これで見てもわかんないか。なんか、仮作と、仮作贋作なんだなんかね、偽物と本物の、ティーカップとポットなんですよ。もう図鑑の説明と、この子たちの下の、底の反対側にシールが貼ってあるんですけど、それで見分けなさいっていうポケモンね。フォルム違いっていう。なので、まあ、頑張って捕まえました。普通に戦わなくても見えるので、それ意識でやってもらうのがいいのかなと思います。だいたいこんな感じでしょうか?で、まあ、最後にね。だいたい、私のポケモンじゃないですね、この、ね。なんだっけ。バイオレットにしか出てこないポケモンたちはね。
別の武人もそうかな、多分人のだと思うので。でミライドンは、色違いのフォッコと交換していただきました。とてもありがたいし、まあしっかり育っちゃってるやつなんですよね。まあ全然本当にありがたいんだけど、まあ、なんで交換してくれたかっていうと、私もこれコライドン1匹持っていますが、ちょっとリサリサ先生どいてもらって、ここにねコライドン乗っているコライドンいるんですが、これバトルフォルムに変わるんですね。はい、なので別に、まあ、実質このゲームだけで見たら、まあコライドン2匹ゲットできるわけですよ。まあこの子ちゃんと育てていますね。なのでまあくれたんじゃないのかなと思ってます、そういった理由でね。でこの子はね、まあ、こう預けることができないので、このゲームだけの存在になってはしまうのですがね、まあ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 それでもいいって人がくれたんじゃないでしょうかね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。まあ次回はね、残りの残りの人たちがまだいるので、そこを見に行きつつ、まあ、学校の授業とかをねちょっと進めていこうかなと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。じゃあねー。